国大ラジオ講座、万国診療を目指して。番組タイトルにある万国診療とは、世界の架け橋を意味する言葉です。この番組はアジアの十字路に位置するここ沖縄にある沖縄国際大学で日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めます。この番組は沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座、今週からは2週にわたって沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科の小川守先生を迎えてお送りします。小川先生、今週からよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、内容に入る前にですね、まずは小川先生、今回2回目のご出演ということで、自己紹介の方もまたよろしくお願いします。はい、今紹介に預かりました小川守と申します。玉ねぎと八花と最近ではカーリングで有名な北海道北見の出身です。経済学部の地域環境に所属しておりまして、専攻は農業地理学と地理教育です。農業地理学では主に沖縄とか本土における野菜や花の産地形成とか、その地域的特色について調査したり分析したりしております。沖縄国際大学で担当している科目は、地理学とか沖縄の地理といった一般教養科目、それから地域環境関係の地理学関係の科目、教職関係の社会科関係の科目なんかを担当しております。2016年から22年まで沖縄地理学会会長、それから2024年からは琉大にあります放送大学沖縄学習センターの客員教授を務めております。よろしくお願いします。そんな小川先生をお招きして、今週から2週にわたって講義タイトルは、本土復帰後における沖縄農業の地域特性、サトウキビ、野菜、花を中心にと題してお送りします。先生の研究テーマで農業地理学、専門のねというふうにおっしゃってましたけれども、じゃあ沖縄の農業の特徴ということで今週から伺っていきたいんですが、まずですね、本土復帰以降のですね、沖縄農業全体の大まかな変化について、まずは先生教えてください。はい、1972年の、本土復帰以降、沖縄振興開発計画による農業生産基盤のインフラの整備が急速に進みました。で、沖縄県における農業の総生産額は復帰直後は1973年の統計で451億円、そして1985年の1160億円までほぼ直線的に増加してきました。しかしその後、増減を繰り返しながら、2005年には905億円、そして2016年には1025億円、そして最近のデータによりますと2021年には922億円と多少の減少傾向をたどっております。そして畑作部門と畜産部門について見てみますと、本土復帰直後の1973年には畑作物、それからお米、それらすべて合わせた生産額が280億円でした。県全体の農業総生産額451億円に占める割合は 62%、同様に肉牛、養豚業などの畜産部門が171億円で、県全体の農業総生産額の 38% を占めておりました。して最近のデータでいきますと、2021年には農業総生産額922億円、そのうち畑作部門、これが501億円で 54.3%、 畜産部門で420億円、47.5% と、年を追うごとに沖縄農業における農業総生産額は、畜産部門、特にこれは肉用牛の生産が反映されているんですが、畜産部門の比重が高まってきております。ただ一方では、これは全国的傾向とも言えるんですが、農業経営者の高齢化、
それから後継者不足、そしてこれに伴う耕作放棄地の増加、そういったことも絡み合いまして、農家数、農業、就業人口は沖縄県の場合、復帰直後のほぼ半分へと大幅に減少しているということが、この農業関係では一番大きな問題だと思います。なるほど。さて、沖縄の農業というと、サトウキビかなってイメージがあるんですけれども、このあたりはいかがなんでしょうか。サトウキビはこれまで、沖縄の農業の特に畑作においては大きな柱だったんですけれども、近年は残念ながら生産額は低下傾向にあります、特にそのため1995年から、糖度取引といって甘さによって生産者価格に差をつける取引も変わったんですけれども、さほど効果はあまり見られないようです。でサトウキビの作型っていうのは3種類ありまして、夏植え、春植え、株出しの3タイプです。最近は春先のハリガネムシっていう非常に悪さをする害虫が、今まで大変対策が難しかったんですけれども、最近ではそれに対応する有効な農薬の開発なんかによって、ハリガネムシの食害っていうのもある程度抑えることができまして、この株出しっていう作型が最近では急激に増えてきております。それからもう一つの特色としては、高齢化の問題ということがありまして、近年では収穫期にハーベスターなんかを導入する農家、これは主に JA の各支店で取り扱っておりまして、そこに申し込みをしますと、委託っていうんですかね、引き受けてサトウキビの収穫をやってもらえるっていうシステムが最近では取られております。なるほど。一方で県内だと、こう製糖工場もいくつかあるんですが、これら製糖工場の現状というのはどうなってるんでしょうか。はい、サトウキビの製糖工場は16工場あります。で、主にサトウキビは製品の種類としては、岩蜜糖といって、いわゆる黒砂糖、それからもう一つは原料糖といいまして、私たちが料理なんかで使う白い砂糖ですね、あれの原材料を取るための2種類の工場に分かれます。で、製糖工場のうち特に特色としましては、先ほどの黒砂糖、これは全て本島には工場はないんですね。で、離島地域に工場があるということで、これは離島地域の場合、特に若い人たちの雇用の機会っていうのがなかなか難しいところがあって、その働く場を提供するっていうことで、雇用対策ということで黒砂糖の生産が離島地域において行われております。なるほど。そうした中で、工場というのはこう増えたり減ったりという状況というのはどうなっているんでしょうか。ここ近年では本島にあった製糖工場のうち2つ、豊見城とうるま市にあったんですけれども、湯河府製糖ですか、現在はうるま市にある工場の一つに減ってきております、それからあとは最近ではもう十数年前になりますけれども、2011年に伊江村で新工場ができました。実は過去にもですね、雲密糖の工場があったんですけれども、伊江島、ところが賄い切るだけのサトウキビの供給量とかいろいろな諸問題を抱えまして、2004年の操業をもって一旦これは閉鎖になります。そして2011年に今度は黒砂糖の岩蜜糖の工場ということで再開されてるっていう実情があります。さあ、じゃあ今ですね、サトウキビのお話聞かせていただいたんですが、じゃあその他の野菜生産地域としての沖縄の特徴というのはどうなってるんでしょうか。はい、野菜生産地域は沖縄の野菜ということになりますと、ゴーヤ、トウガン、それから灰原町、塚山、これ全国的に有名なんですけど、かぼちゃ、それからオクラ、それから近年伸びてきてますところはサヤインゲンですね、こういったものも生産が中心になってます。で、1995年の5万3000トンから、若干この農業から離農する方々も少しずつ増えておりまして、全体にこの野菜類に関する生産っていうのは減ってきております。ただその減少といきましても、だいたい4万3000トンから4万9000トンで推移しておりまして、どちらかというと現状維持と見ていいかと思います。県内の農家といいますと、大規模農家というのはあまりないイメージなんですが、このあたりどうなんでしょうか。はい、零細農家っていうんですけれども、0.3 ヘクタール未満のですね、小規模農家が大部分を占めております。さあ、そんな野菜農家なんですけれども、例えば集中している地域とかっていうのはあったりするんでしょうか。はい、これは本島南部の方の豊見城市、それから灰原町、それから八重瀬町といったところが中心地域になってます。なるほど。どうしてそういった地域に集中しているのかっていう理由はあるんでしょうか。はい、一つはですね、
沖縄の那覇を中心とするこの中南部の都市化した地域、まあ、そこの近郊農業地域ということで、そちらに住んでおります人々の野菜供給の貴重な主産地ということが挙げられます。それから2つ目にはですね、やはりこれは沖縄の特に冬から春先にかけてあったかいという亜熱帯気候から来る特性なんですけれども、本土の市場が品薄になるときに端境期を狙ってですね、沖縄の野菜を本土出荷するということで、まあ、それに伴うフェリー、特に最近では予冷設備っていうんですかね、そういった機能を持ったフェリー輸送とか、場合によっては航空機を使っての輸送ということが、まあ、那覇空港とか那覇港なんかに近接しているということで、そういった輸送条件のことも大きく関わってくると思います。他には理由はあったりするんですか？はい、それからもう一つはですね、中南部の地域、特に豊見城、南風原といったこの地域は琉球石灰岩から土地が成り立っているんですが、これが風化した土壌というか土がですね、島尻マージーというふうにおりまして、はい、これが非常に農業に、特に野菜生産に適しているということが挙げられます。それから4つ目には、これはもう沖縄が世界に誇る技術だと思うんですけれども、ウリミバエの根絶ですね。1993年の沖縄県農業試験場が中心になって、まあ、農薬を使わないで害虫を駆除するという世界的な技術なんですが、これによってウリミバエの根絶が可能になりまして、マンゴー、ゴーヤ、トウガンなど果樹とか野菜などの県外出荷が自由にできるようになったということがやはり大きいと思います。なるほど、沖縄の野菜生産の地域特性、まあ、こういった事情があるというお話でしたけれどもね、皆さん納得していただけたでしょうか。今週は沖縄国際大学経済学部地域環境政策学科の小川守先生にお話を伺っています。小川先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。沖縄県内におけるですね、まあ、農業の全体像からサトウキビ、そして野菜類の話を伺いましたけれども、それを踏まえて小川先生、来週はどういったお話聞かせていただけるんでしょうか？はい、来週は特に1980年代以降、航空機輸送という全国でも初めての輸送手段を使って急激に伸びてきた伝承菊、まあ、特に小菊を中心とする、まあ、柿生産地域の特色について見ていきたいと思います。伝承菊、沖縄だとこう冬のねイメージがある方結構多いと思うんですが、確かに植物、まあ、農業といっても食べるもの以外もいろいろあるわけで、来週はそのあたりについて伺っていきたいと思います。小川先生、来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。